息子にスマホを購入予定です。大手企業で売っている中古スマホは安全に使えるのでしょうか。またどこで中古スマホを購入するのがおすすめですか。結論、安全に使えます。どこで買うのかにもよると思うんですが、大手であれば基本的には初期化されてると思います。ゲオとかイオシスとかそこら辺がいいんじゃないでしょうか。ちなみにメルカリはプラットフォームとしては大手ですけど、出品者個人なので当たり外れあると思います。そちらに関しては気をつけてください。あとはですね、スマホのキャリアから買うのもおすすめです。ソフトバンクとか中古の iPhone も取り扱ってます。あとは格安 SIM の IIJ ミオとか、この辺りで買うと安心だと思います。気をつけたいのはアカロム保証がついているかどうか。アカロムとは何か。最初にそのスマホを買った人が分割払いとかで買って、その料金を最後まで支払わなかったみたいな時に制限がかかる。ネットワークの利用制限ですね。こちらのことです。ネットワークの利用制限は何って分かんないと思うんですけど、制限がかけられたキャリアの SIM が使えないことが起こります。 Wi-Fi は使えますけどね。中古スマホだと購入した端末がアカロムになっちゃうということがたまに起きてしまいます。このアカロムになった時に端末を保証してくれるっていうのがアカロム保証です。めんどくさいとは思うんですけれども、その保証がついているのか確認をして買われることをお勧めします。他にも質問があればコメント待ちしてます。